ちゃんのお家だけか。よし。まあいいや。まあ無事帰ってこいか。よし。さあ、こっからなんだよな、問題は。やっぱ枕温泉がかなりくせ者っぽい匂いがする。実際の本数は日に見せるとあんま変わらん感じかな。あんま変わらん感じではあるんですけど、あ、突破はさらにずっと行かないといけない。まあ、今電車で行ったところ、もう一回ちょっと車でもう一回行き直す感じになりますからね。よし。いやいやいや。ちょうどいい。行ったり来たり。あ、この、やってるね。よしよしよし。いい感じじゃないですか。はい。はあ、よいしょ。さあ、こっちまで戻ってきた。あ、すいませんまーす。もう、中心やってたんだ。そう、まあ、別にここにも来てもいけそうな感じだけど。よし。さあ、戻ってきた。で、この先に国宝の正光寺とかがあって、この辺りがどうも有名なところらしいですけど、まあ一応ね、観光駐車場ね、止めさせてもらってますしね。まあまあ一応、氷見もね、あれですけど、まあせっかくなんで、ちょっと氷見の中もトラックしてみようか。あ、氷見じゃね、こっちは伏木か。車椅子のお客さんが来るのか。で、前もってね、車椅子用の、おお、晴れてきた、晴れてきた。はっはっは、山田が歩けば、道も晴れるというものよ。台風だろうがね、関係ない。うん、ね、前回のあの大雨の時もそうでしたけど、絶妙に晴れるね。うん。ちぃ。なんなら直射日光がさしてくると一気に暑くなるとかね。よいしょ。はあ。今度の入れは、正光寺。まあ、ここもってなってるし、せっかくだからちらっと。まあ、入れに行ってみようか。近いのかな。なんか地図の感じだとめっちゃ近そうだけど。なるほど。怖っ。なんか。これはまっすぐ行くといい感じなのかな。道もちょっと舗装が加工がしてありますもんね。いや。これはなかなかね、起こるね。あ、でも、ここまで言うほどでもね。おぉ。いいじゃないですか。素敵、国府かな？素敵。じゃフルコクとか、はあ、フルコクプね、素敵ね。よし、ここか。あ、ここ押して、小押し。起動しようか。速攻じゃ、へえ。あ、おーおー、結構すげえ建物。え？明治42年当時の速攻所ってなってますけど。あ、その建物そのまま残ってんだ。へえ、すごい。そこ。どうかな。すごいね。ちょ？へえ。
言っても良さそうね。キタカゴアイス。で、え？え、こっちが、なんだ。あ、まだ打つの。で、何時間かな。あ、よし、30分。あ、まだ見れるな。だからちょっと。あ、これは中で箱が超えたんや。いや、歩いてもいいですよね。よし。